皆さんこんにちは。今年もあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしですか？ゴロンパさんで作っていただいたお洋服が出来上がりました。レベルとモナコはアニマルポップ柄、パリスとシェリーはサイケ柄です。とっても可愛くて気に入っています。昨年は 4V ファミリーの動画をご覧くださりありがとうございました。皆さんのおかげで無事登録者数1000人を達成することができました。これはかなり嬉しかったです。部費のイベントにもたくさん行くことができ、たくさんの可愛い子ちゃんたちを動画で紹介することができました。可愛い子ちゃんたちの出演を飼い主さんたちが気持ちよく許可してくださったので、飼い主さんたちには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もイベントで可愛い子ちゃんたちをたくさん紹介していけたらいいなと思っていますので、四部費たちを見かけたらぜひ気軽に声をかけてくださいね。はい、みんな、これから朝食を食べに行きます。みんなで美味しいの食べてこようね。行ってきます。さて、今年最後の動画は海野の森に行った時のお話第2話です。アップが遅くなってしまいましたが、ぜひご覧ください。よし、はい、もんちゃん綺麗に食べました。はい、パリスも綺麗に食べました。待て、よしよし、きれいに食べました。ジェリちゃんもきれいに食べました。ね、これうちと同じだよ。これうちよりちょっといいやつだと思う。これ斜めになるの。うちのはまっすぐにしかなんないんだけど、それよりちょっといいやつで。パリスおいで、パリスおいで、パリス、パリス平気じゃいいですか。はい、ほら、ブランコブランコブランコ。よかったね、お友達来て。ちょっと可愛いんだけど、ね、女の子ですか、男の子？男の子。男の子。何ちゃんなんですか？ロイです。ロイちゃん、はい、ロイちゃん。ちょっとね、ジブリで。はい、あの、かわいい、みんなお友達来てよかったね。お子さんだ、かわいい、ちいちゃんお友達
よかったね。あ、撮っていいですか。すいません、せんちゃんお友達仲良くなって友達ちゃん、せりちゃんお友達あ、ウードに来ました。あ、お利口さん、お利口さん、レブ君、レブ君、お利口さん、はい、あ、どれ、よし、行くよ。あ、すごい、カエルさんがマスクしてるよ。ほら、どれ、カエルさんのマスクです。いい天気だね。はい。よいしょ。はい、行くよ。行くよ。おいで。シェリーちゃん、はいよ、かわいい。え、何ちゃんと何ちゃんですか。ひよちゃんとポンちゃん、クレーバーひよちゃんで、茶色のポンちゃん、かわいい。ねえ、かわいかったね。ちょっとドラムで行こう。ねえ、順番か順番。ありがとうございます。ちょうど何ですね。かわいいね。ウブノの森を後にし、私たちは愛犬の駅に向かいました。ウブドの森で愛犬の駅で使うことができる無料ドッグランの券をいただいたのですが、前回は寄らずに帰ってしまったのです。犬連れがとても楽しく過ごせるところらしいので、今回は寄って帰ろうと思います。なんとワンちゃん専用のトイレがあったのでびっくりしました。ちゃんと女の子用と男の子用があります。女の子用と男の子用、どれの前にワンちゃんのお茶室があります。何ちゃんですか。キャビアです。キャビアちゃん、女の子、女の子です。何歳ですか。4歳。え、あとこっちはフォアグラです。フォアグラちゃん双子なので同じです。あ、そうなんですか。4歳、はい、かわいい。同じ時に生まれたんですか。はい、うちもこの子とこの子、あの双子っていうか同じ時に生まれて、男の子と女の子なんですけど、ね、お母さんなんです。はい、ありがとうございます。はい、双子ちゃん、ちょっと休憩です。
ごいじゃんパリス。あるとちょうどいいじゃない。パリスはもう最初から諦めてんの。このチャンネルでは四部士たちの日常や最近話題の施設に実際に四部士たちが行って感想をお伝えしたりと、犬を飼っている皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。もう帰ろっか。今から東京に帰るよ。煮物を買ってから帰ります。ゆめだいの煮物とししゃもです。